メチオニンは即座に用を含んだ素水性のアミノ酸である。対応するコドンが単一なアミノ酸は2つだけであり、一つはオーガストでコードされるメチオニン、もう一つはアグでコードされるトリプトファンである。コドンオーガストはリボソームにメッセンジャー RNA からのタンパク質翻訳を開始させるメッセージを送る開始コドンとしても重要である。結果として 深核生物及び、個細菌では、すべてのタンパク質の N 末端はメチオニンになる。しかしながら、これは翻訳中のタンパク質に限るものであり、普通は翻訳完了後に就職を受けて取り除かれる。メチオニンは、N 末端以外の位置にも出現する。なお、人にとってメチオニンは必須アミノ酸の一つである。血液中のコレステロール値を下げ、 活性酸素を取り除く作用がある。ピルビン酸へと代謝する経路が存在するため、糖原性を持つ。硫黄移動経路により、システイン、カルニチン、タウリンの生合成や、レシチンのリン酸化などリン脂質の生成に関与する。メチオニンが不適切な変換を受けると、動脈硬化症が起こることがある。メチオニンは、キレート剤でもある。メチオニンの誘導体である S。 アデノシルメチオニンは、メチル元の共有体として働く。メチオニンを多く含む食物として、果物、肉、野菜、ナッツ、豆科の植物が挙げられる。特にほうれん草、グリーンピース、ニンニク、ある種のチーズ、トウモロコシ、ピスタチオ、カシューナッツ、インゲン豆、豆腐、テンペに豊富に見られる。肉類では、鶏肉、牛肉、 魚肉など大部分のものに含まれる。メチオニンは、人の体内で作り出せない必須アミノ酸である。一方、植物や微生物は、アスパラギン酸とシステインから生合成を行う。まずアスパラギン酸は、ベータアスパルテートセミアルデヒドに変換されるが、これは、リシンやスレオニンの生合成経路でも重要である。次に、ホモセリンアシルトランスフェラーゼによって、 ホモセリンに良い脱力が付加され、システインと反応して、シスタチオニンとなる。これが改裂させられて、ホモシステインを与え、溶酸でメチル化されて、メチオニンとなる。イ因子として、シスタチオニンガンマシンターゼと、シスタチオニンベータリアーゼは共に、ピリドキシルマイナス5ホスフェートを、ホモシステインメチルトランスフェラーゼは、ビタミン B12 を必要とする。 テトラヒドロ陽酸による代謝とビタミン B12 による THF の再生産で、フォルスは、イコール陽酸、THF イコールジヒドロ陽酸、THF イコールテトラヒドロ陽酸、ビット、B12 イコールビタミン B12、メチルビット、B12 イコールメチルコバラミン、メーテオーネン、イコールメチオニン、メーテオーネンにシンタズイコールゴメチルテトラヒドロ陽酸、 ホモシステインメチルトランスフェラーゼ、ホーマシスティンイコールホモシステイン、N5 メチル THF イコール5メチルテトラヒドロ、溶酸、N5、N10 メチルン THF イコール5、10メチレンテトラヒドロ溶酸、N10 フォルミル THF イコール10、フォルミルテトラヒドロ溶酸、ダンプイコールデオキシウリジンイチリン酸、など不、DNA 哺乳類はメチオニンを生合成できないが、 様々な生、科学的過程において利用している。メチオニンは、メチオニンアデノシルトランスフェラーゼによって、S、アデノシルメチオニンに変換され、これはメチルトランスフェラーゼによる、メチル起移動に用いられる。メチル元の移動後は、S、アデノシルホモシステーンとなり、アデノシルホモシステナーゼで、ホモシステインに変換される。ホモシステインの行く先は二つある。一つは、 メチオニンシンターゼ、または BHMT によってメチオニンに戻る経路で、もう一つはシステインに変換されるスルフレーション経路である。後者では、まずシスタチオニンベータシンターゼでセリンと結合されてシスタチオニンとなる。次にシスタチオニンベータリアーゼによってシステインとアルファーケトラクサンになる。さらにアルファケト酸デヒドロゲーナーゼによって アルファケトラクサンは、プロピオニル COA に変換され、最終的には、スクシニル COA へと代謝される。プロピオニル COA は、ビオチン依存性酵素である、プロピオニル COA カルボキシラーゼによって、メチルマロニル COA に変換される。この生成物はさらに、メチルマロニル COA、エピメラーゼによって、メチルマロニル COA に変換される。 メチルマロニル COA は、メチルマロニル COA、ムターゼによって、スクシニル COA に変換されるが、この酵素は、炭素炭素結合の移動を触媒するための、コバラミンを要する。メチオニンの生、科学的過程記述の通り、メチオニンは、人の必須アミノ酸の一種であって、また、タンパク質の材料として、 地球上の生物に広く利用されているため、日常生活で食事をすることでも摂取できるわけだが、それとは別に医薬品としても扱われる場合がある。医薬品としては、主に化学物質による中毒の治療を目的として用いられ、1日あたり 100mg から 1000mg を常脈内に注射するといった方法で使用される。ありがとうございます。